はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。洗面器です。今日はね、ローソンさん宅飲みって感じで、ちょっとね、出かけたついでにローソンさんによって、またいろいろ買ってきました。で、今日ね、青森ね、まだもう3月もね、後半に入ったのにね、今日雪降ってて、でもうめちゃめちゃ寒いんでね、なんかお鍋ないかなと思って、で、この間のながら食品さんのホルモン鍋ね、ローソンさんに売ってるやつ食べたばっかりなんで、なんかないかなと思って、今度はねこちらを買ってきました。チゲ鍋うどん入りっていうやつね、うどんが入ったチゲ鍋買ってみました。あとはなんかラーメンとかうどんとか、ちゃんぽんだかなんかそんなのとか、ね、麺類が多くて普通のうどんっていうのがなくてね、これもうどん、普通のお鍋っていうのがなくて、でこれもうどん入ってるんですけども、まあうどん入ってても、まあ今日ね、今お昼ご飯なんで、まあお昼だったらいいかなと思って買ってみました。で、あとこの辺ちょっとまたおつまみあって、でもし足りなければ極激辛のね、タンタン、ここまでは多分動画でできないかもしれないですけども、これも賞味期限がねだいぶ過ぎちゃってて、で極激辛のファイナルね、出たんで、もうこれ大事に取っといたんですけども、ファイナル出たんで、そっちも買い置き2個ぐらいもしてあるんで、これも食べようかなと思ってね。でこれか、まあ足りなければこのおむすびセットっていうのが、これがね296円、320円税込みで、コンビニさんのねお弁当とかお高いんで、これだったらね、まだね、おにぎり2つ入っておかずもねちょっとついて、これで320円だったら、まあ良心的な値段かなと思ってちょっと買ってきたんですよ。まあ足りなければこっちか、極激辛のねタンタンか食べようかなと思って買ってみました。まあそこまでたどり着かないかもしれないですけどもね、これもうどん入ってるんで、ちょっとこれ開けて火ねかけて、そっからスタートしたいと思います。でちょっと開けますね。はい、では開けてみました。こんな感じですね。あ、うどん、がっつりうどん入ってますね。うどん半玉ぐらい入ってる、こうお鍋の感じなのかと思ったんですけど、普通にうどんが一玉以上入ってんじゃないのかな、これすごい量入ってますね。であと餃子が2つ入って、なんか団子、鶏団子なのか豚の肉なの団子なのかわかんないですけど、団子入ってる感じですね。いや、こんなにうどん入ってると思わなかったな。こんな絵はこんな感じなんでね、写真はこの辺にちょっとこうちらっと見えてるだけなんで、チゲ鍋うどん入りなんで、チゲ鍋にちょっとうどんが入ってるくらいかなと思ったんですけども、うどん、もうがっつりうどんですね、これも。ちょっとこれじゃああれだな、極激辛とかまで食べらんないかもしれないな。じゃあちょっと火つけて、あ、ガスがねえのかな、もう火力アップして、あー、やばいやばいやばい、あー、ちょっと待って、引っかかっちゃってね、よっと、あ、最初はこれ弱火にしなきゃダメなんだっけ。あ、凍ってるから最初は弱火で何分かやってからじゃないと強火できないのか、なかなか難しいっすね。ちょっとね、これ動画の尺もすでに結構いってるかな。じゃあね、これからはちょっとね飲んでいきたいと思いますけども、あれ、では今日はね、金宮買ってきました。金宮ね、キッコーミヤ金宮、これをちょっと開けて、まずねグラスに金宮先に注いで、でやっぱ金宮といえばホッピーね、黒ホッピー買ってきました。ちょっとこれなんか吹き出しそうな、ちょっと待ってね、
よし、あ、大丈夫だ、ね、開きましたね。黒ホッピーでねスタートしていきたいと思います。おお、いい感じいい感じ。では今日もね皆さん一日お疲れ様でした。ではねお先に失礼していただきたいと思います。まあ、今日のシュワシュワはこんな感じですね。黒ホッピーね、金味合い入れていただきます。うん、あ、もうちょっと金味は濃くしてもいいな。よいしょ、ちょっと入れすぎたかな。ちょっとホッピーもうちょっと足して、よいしょ。では何を食べようかな。あ、これからいくか。いろいろね買ってきたんで、まずはね、まあ紹介ね、キムチ、ローソンさんのキムチね、とあとこれがくじ、串カツ盛り合わせね、串カツ盛り合わせ、豚玉、うずら卵、紅生姜、レンコンってなってますね。これソースの温める前にねソース剥がしたらこれ取れちゃってね。それとあと、ホタルイカのね、お気づけ、これもローソンさんで買ったやつね、ローソンブランドじゃないですけどもローソンさんに売ってたやつね。ホタルイカね、ボイルしたやつ出回ってきてますよね。うちの方でもね売ってるんですけどもね、もうホタルイカがちっちゃいのばっかりでね、もうちょっとこう大きいのがねあったら欲しいなと思ってるんですけども、なかなか売ってなくてね。なんでまあ今日ちょっと見かけたんでね、ホタルイカ買ってみました。では、まだまだね、あ、だいぶ梅雨が上がってきたからそろそろもう強火にしてもいいのかな、もうちょっとなのかな。よいしょ、じゃあ串カツからいってみましょうかね。よいしょ、串カツこんな感じですね。串カツ見えるかなね、どれが何なのかちょっと見てもよくわかんない。でソースがね一応ついてるんですけど、あ、中濃ソースですね。中濃ソースよりウスターの方がいいかな。ウスター持ってきたんで、ウスターソースね、さっきのこの蓋にねウスターソースをちょっと入れようかなと思って、蓋にねウスターソースを入れて、ちょっと待って、ちょっとひっくり返すと大変なんでね、ちゃんとで、このウスターソースにねちょっとつけて食べようかなと思って、ね、やっぱ、あ、うずらがあるな、これはうずらかな、もうこれはうずらでしょうこれはうずらだと思うんでね、このうずらの卵をこのウスターソースにつけて、あ、見えてる、こうねウスターソースもしっかりつけて、キャベツ持ってくればよかったな、キャベツちぎって持ってくればよかったな、キャベツあるのにね。キャベツのちぎったやつをねウスターにつけて食べてもうまいんですよね、串カツと一緒にね。じゃあうずらの卵からいただきます。うんうん、おいしい、卵のね黄身がちょっとこうホクッとするっていうかね、うん、おいしい。火力アップします。あ、ちょっとでもこれ熱いかな、もうちょっとヘリ立てといた方がいい気するんだけど、ちょっともう熱いな、先にやっとけばよかったな。
ちょっとだけでもこう、あ、開けといて吹きこぼれると困るんで。だいぶ梅雨が出てきましたね。梅雨少ないかなと思ったんですけども、やっぱ溶けてくるとだいぶ梅雨も増えてきますね。よいしょ。ではじゃあ次はキムチちょっと開けてみようかな。キムチね、これはね、東海漬物さんで作ってるキムチなんで、東海漬物さんのキムチって言えばね、あのプチ、あのコクうまね、まあプチコクうまもこんな感じですよね。あのパッケージの、あのデザインは違いますけど、まあ味も若干やっぱりね、あのか全く同じってことはないと思うんですよね。あのコクうまとはこんな、こんな感じですね。いや、これに入れちゃってもいいかなと思って、キムチだったらで買ってきたんですけども、じゃキムチいただいて、さすが東海漬物さんだけあって美味しい。少ないからこれのおかずだけつまんじゃう。このおむすびセットの、でもだらおむすび食べる時の楽しみなくなっちゃうしな。こっちもまだね、だいぶ時間かかりそうなんでね、お鍋。じゃあホタルイカいくか。ホタルイカね、これどこのホタルイカなんだっけ。何回か買って食べたことあるんですけどもね。よいしょ。製造者株式会社シーノ食品、神奈川の会社ですね。神奈川の会社ですね。ホタルイカは日本海産になってますね。なるほど。ではちょっとね、揚げていただいてみたいと思います。よいしょ。こんなんですね、ホタルイカ。おお、結構入ってますよ。ほらほらね、まあまあ、でもちょっとお高いっすよね。これも300円ぐらいしたかな、これで。まあそれはしょうがないかな。ホタルイカわかるかな。ホタルイカ暗いかな。よいしょ。や、2杯ぐらいいっぺんにいこうかな。じゃあいただきます。おいしい。これは日本酒、安藤水軍がね、まだ残ってるんで、これでいきたいと思います。青森県のね、地酒、あの青森県の、西津軽郡鰺ヶ沢のね、尾崎酒造株式会社さんっていうところの青森県の地酒ですね。鰺ヶ沢の地酒になります。鰺ヶ沢ってどこの辺にあったっけ。西津軽郡だから鰺ヶ沢って俺行ったことあるかな。鰺ヶ沢、西目屋村とかあっちの方ちょっと私ちょっとそっちの方よくわかんないんで、はっきりわかんないですけども。じゃあいただきます。市町村のね、統廃合とかあったんでね、まあ、皆さんのところもそういうのあったと思うんですけどもね、青森の方も、青森県の方もね、市町村の統廃合とかあって、あのもう名前がなくなっちゃった、村とかね、市とかもあったりするんで。鰺ヶ沢ってどの辺だったんだっけ。今度ね、雪解けてお天気良ければね、バイクというか、まあ、スクーター、
でツーリングとかもねあちこち行きたいっすよね。あ、まだまだガチガチだな。いやまだまだ食べられないな。これチゲ鍋って書いてあったよね。あ、そうかそうか、チゲ鍋ね。チゲ鍋、チゲって韓国語で鍋っていう意味なんでしたよね確か。なんでチゲ鍋っていうと鍋鍋っていう意味になるんですよね。チゲ鍋、チゲ鍋って言ったらそうなんですよね。チゲが韓国語で鍋っていう意味なんですよね。なんでチゲ鍋ね。お豆腐が入ってないなと思ったんで、あのスンドゥブチゲかと思ってたんで、スンドゥブチゲのベースにうどんが入ってるのかなってちょっと勘違いしてて見たらチゲ鍋って書いてありますね。だからスンドゥブチゲじゃないからお豆腐が入ってないんですね。これお揚げとか入ってますけどもね。あつあのお揚げさんね、韓国ってお揚げあるんですかね。このお豆腐揚げて作るんですよねお揚げ。ここに豚肉が一切れ入ってますね。まだねガチガチ、真ん中ガチガチ。じゃあもう動画の尺もだいぶいってるのにまだメインのこのお鍋が食べられないっていうね。じゃあまたこれ食べようかな。あの串カツ、串カツ買ってきてよかった。これあのレジのところに並んでてね。あ、そうそう、コメントでね、うちの動画のコメントで焼き鳥、ローソンさんの焼き鳥、あの鶏皮、あれを冷たいままで食べてもなかなか美味しいですよなんてコメントいただいて、食べてみたいなと思って、いつも見てるんですけどもね、今日も売ってなくてね。あのコメントねいただいてありがとうございます。ちょっとね試してみたかったんですけどもね、売ってないんですよ、うちの方のローソン、焼き鳥。何がいいかな、これは、あ、これレンコンだ、これレンコンだと思う。あー、ちょっと垂れた、やばい。ちょっとソースつけて、ソースがちょっと垂れた今、ちょっと片付けないと。やばい、ね、レンコンたっぷりウスターにつけてな感じで、じゃあいただきます。うん、うん、レンコン、うん、ザクザクしてる、この食感がいいですよね、レンコン。うん、手が汚れて、ちょっと待ってね。じゃあちょっとまたシュワシュワいただいて、わあ、ちょっと動画の尺結構いってるな、大丈夫？ではちょっとまだ、あ、真ん中がねまだ凍ってるんですよ、この辺。こっちはもう沸騰してるのに。餃子とかもいいのかな。よいしょ、もうねバッテリーがないや、カメラのバッテリーがないや。じゃあちょっとこの辺ね、うどん煮えてそうなんで、もう急いでちょっと食べて閉めます。もうねカメラのバッテリーがもうないんで、もう撮れなくなっちゃうんで。わー、大丈夫かな。じゃあうどんだけでもちょっと食べてね、この辺、この辺まだ、あ、でも溶けたかな。カメラのバッテリーも予備バッテリー買わないとダメかな。
なぁ、もう本当にもうやばいんで、あ、せっかくなんで お肉、お団子1個食べるか。じゃあこれでね、じゃあお団子ちょっと食べて、火通ってると思うんですけど、うん、あ、うん、大丈夫、美味しい。じゃあうどんね、いただいて、うん、うん、あ、もちもち、あ、そんなには、あ、でもピリ辛ぐらい、辛いのが苦手な人にはちょっと辛いかなっていう感じですけども、結構辛さの刺激はきますね、うんうんうん、でもまあピリ辛ぐらいな感じですよ、うん、うん、あ、結構喉にくる辛さ、うん、割と辛い、思ってたよりは辛いけど、まあ激辛ってほどではないかな。では急いでちょっとね締めますね。まだあの金宮ね、金宮入れて、ホッピーね、多分もうカメラのバッテリーないんで、この続きはねもう撮影できないっぽいんで、今日はね動画の方はこの辺で締めさせていただきたいと思います。本当は余裕があればね、あの極激辛とかも食べたかったんですけどもね、食べるとこ動画にしたかったんですけども、ちょっとカメラのバッテリーがないっぽいんで、ではね、今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、あの動画編集してアップしたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。ちょっとあの動画の編集がちょっと遅れ気味なんで、この動画もねいつ頃アップできるかちょっと分かんないんですけどもね、まあなんとかかんとかね、動画編集してアップしたいと思いますんで、ちょっとよろしくお願いします。では、ね、今日のところはねこの辺で締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。